1月11日生まれの君へ。誕生日おめでとう。君は尊い存在だ。だから君は君のままでいい。時々自分なんかって思う時が君にはあるね。失敗したり、毎日が退屈だったり、思うようにいかなかったり、大好きな人に拒絶されてしまったりすると自分を破壊したくなったりする。街を歩いているあの人が羨ましくなったり、隣で幸せそうに笑っている彼女の真似をしようとしてみたり、大好きな彼が好きなタイプの女の子になろうと頑張ってみたり、そうやって努力して、だけど現実は違ってがっかりする、その繰り返し。だけどそれでは幸せの循環には入れない。だから僕は君にいいことを教えてあげる。幸せのおまじない。暗い考えや寂しい思いが心に浮かんだとき、パンパンって2回手を打ってごらん。その音で頭の思考をプツンと切るんだ。絡まった糸にハサミを入れるように。そしたらすっきりする。そしてすかさず楽しいことに目を向けよ。アイスクリームでもコーヒーでも、咲いてる花でも、お気に入りのネイルでもいい。ときめく何かに心を奪われよう。誕生日おめでとう。素直な気持ちはいつもクリアだ。そう、君らしいのが最高なんだ。